はい、皆さんこんにちは、グーでございます。こちらのゲームですね、ワールドウォー Z PC 版になるんですけどもね、やっていきたいと思います。で、本日はエピソード1、ニューヨークのチャプター1、こちらの方を進めていきますのでよろしくです。一応ね、購入日には発売日に購入したのかな。で、まあ、ちょっと遊んでて、ちょっとディビジョン2がメインでやってましたんでね、そんなには進めてないんですけども。 God damn it, Bronco! I will leave your ass here! Nobody is leaving anybody! They're gonna steamroll the army and then they'll be back! This is our only chance to get out! Not going into the subway. You've heard the stories! We will starve here. The subway is our only chance. We take it to Inwood, get to the evac center, and get the fuck out of New York! Or we die here! I don't like him, but he's right! すげえなーっていう感動に包まれてましたけどね。実際ゲームスタートして、戦闘中もあんなゾンビ大群がねやってくるんで結構ワクワクしますよ。一応このゲームね、エピソードごとに、まあ、キャラクターが設定されてて、で、まあ、キャラクターは別にね、まあ、クラスですからね、そこの方もベッドで用意しております。このキャラクターを使うと、まあ、このクラスが固定っていうわけではないよね。まあ、キャラクターとクラスそれぞれにいろいろ組み合わせできますよという、まあ、この辺は結構いい感じだよね。自分の好きなキャラクターを使いながら好きなキャラクターを使う。 There's too many. Get to the elevator. あとゾンビ一体一体にはね、そんな硬さはないんでね、結構爽快感はかなり楽しめるかと思います。もう発砲をバンバン刺してるからどんどん強くてくるんだよ。Dan, you there? Always. あとこのゲームはね、オンライン、まあ、オンラインもあればオフラインも両方完備しとるんで、オンラインが苦手やなと思えば、別にオフラインでも出てやると思いますんで。うお。ヘリの音に反応してゾンビどもが。パーティーズインザブロンクス。でも何がすごいって、あんな量のゾンビに襲われても重さを感じないんだよな。Stay quiet. PS4 版のまあ動画とか見てても全然その重さを感じてないんで、よいし
処理すごいなって毎回顔感心させられてますわ。Get ready! 来た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 。もうまさしくこのシーンは映画のワールドウォーゼットやね。いやすげえ、おお、あともうちょっともうちょっともうちょっと。Crossing left. Yes, sir. What's in here? Oh, studio. Wolves finally down. What? Stay together. What? Got some defenses. I'm reloading.Picked up a defense kit. Electrified grid in place. Sneaky Zeke. え、もう来てる？どこだどこだどこだ。あ、上か。Big gun set.ちなみにプレイを何度かしてるとマップそのものは変わらないんだけど、ゾンビの配置は全く変わっていきます、毎回毎回ね。でこういうの設置武器かな、もう毎回毎回変わっちゃいますね。まあ言うなれば自動生成機能だな。 Shit! They're comingさあ来るよ、正面から来るよ、いっぱい。おらぎだ。Anybody else? This is gonna be bad. ちなみにこのゲームのすごいところは、やっぱり弾のダンスがなかなか微妙なところで、いい感じ。あともう一つが、救急ピッチャーかな、回復やつ。結構少ないのよ。それゆえにはそのハラハラ感が抜群だ感じかな。おお、お前ブルも来てんのかよ。ロケラー一発撃っちゃう撃っちゃう。 OK。 Anybody else?
おお、キヨさん、来たのかな。 Get away from me! やばいやばいやばい。Dan, are we clear to the subway? Looks good from here. If you're gonna do this, go now. Thanks. Take care of yourself, Dan. It's better times. Over. Better times. Over and out. Hang on. Raise it up. Thanks, man. もう一つ、このゲームの仕様として、ね、武器ごとにレベルが存在しておりますので、レベルを上げることによってその武器の強化が可能になっております。I'm going for the subway. 実際私はどの武器がまだどれが強いのかって全然わかんないんやけど、まあ今アサルトライフルをメインにしてね戦ってますが、まあ最終的にはアサルトライフルもしくはまあサブマシンガンあたりでサプレッサーつけて戦うのがいいのかな。Can you drive this thing? The ride ain't free now. This rabbit hole is chock the block with goodies. Bring them to me. Bullet gone. Hey, I'm reloading. Good enough. Yosh, submachine gun. Come to mama. たまには違う武器もね。私英語全く分かりませんが、このゲーム、まあ、日本語対応してませんけども、まあ、ルート進行かな、進行ルートだけ表示してくれるので、意外に英語は分からなくても進めれる感じかな。ただストーリーの内容としてはやっぱり入ってこないけどもね、そこはもうちょっとしゃあないかな。でつい先日だったかな、少し前にまたこの日本語対応して発売されるのかな、 PS4 国内版がな発売されるそうなんで、そこでもしよかったら皆さんもやってみてはどうかなと思います。
found a box. Bringing it back to the train. When are we gonna leave? To work today is to eat tomorrow. Bring more. Whack job. The screamer. Bonus down. Gonna fix you. Came out of nowhere. Found a box. Bringing it back to the train. Son of a bitch! Crazy son of a bitch with a train!